ライエマ VS スタッフくんガチンコ競馬バトル。みんな勝ってる？福来エマです。動画でもちょこちょこスタッフの皆さんが撮影時とかに一緒に予想とかをしてるってお話をしていると思うんですが、だったら動画で一緒に競馬やりたくないって思っちゃって、今回は福来エマ VS スタッフくんでガチンコ競馬バトルをやってみようという企画になっています。それではスタッフくん、意気込みをどうぞ。はい、まあちょっと最近全然福来さんも勝ててないので、はい、まあちょっと福来さんを信用してないわけじゃないんですけど、まあ、今回も多分外れるだろうと思って僕がその業を全て背負いたいと思います。なるほど、あのいきなり喧嘩を振ってきたというところで、私は絶対に勝ちたいと思います。まあ福来にはね AI 予想っていう武器があるので、今回は必ず勝てると思います。というか絶対勝ちますということで、もう早く勝負をしたくてうずうずしてきたので早速行ってみよう。対戦よろしくお願いします。あ、対戦よろしくお願いします。多いの10レースでいいですか？多いの、そうですね、はい、ちなみに僕押し座なんでこれ勝ちしかないです。ライバルの難関 AI 予想さんが、はいはいはい、5レース目で3連単、すごい額で当ててます。え、まあ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 、これぐらいのな、まあ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 、ちょっと膨らみ見てみよう。ちょ見てください、笠松。すごい。まあ額はあれですけど、うん、はい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 、全然です、うん、いいです、よしですよ。ということで、まあそんなのいいんです。今日勝て今日勝てということで、大志田特別競争くらいの AI 予想はこんな感じになっております。え、すごい可愛くないですか、色味。暗いカラーというか、すごいファンタジーな、ファンタジーですね。あ、やばい、ファンタジー。これ自信ありレースだったんですね、1レース前は。あれですか、難関 AI 予想をもしかして信じる感じの方ですか？いえ、そんな。あ、まさかそんな、まさかそんな。じゃあ実際にくらいはもう買っていこうかなと思いますけど、難関 AI 予想さんも同じような、あいつパクって、もうくらいは的場騎手が好きなんですね。そうなんですよ。で8番、うん、ビルドラポール、こんな感じで7番人気なんですけど、ちょっとまあやっぱ記念にね買っとこうかなと、うん、4も良さげですけどね。4良さそうですよね。そうですよね。ちなみに、はいはい、難関 AI さんの本命です。いやー、なんかちょっと嫌だな。いや、嘘です、嘘です。エマちゃん予想、 AI 予想あれ3なんですね。そうなんです。エマ予想は内枠は結構厳しいみたいな話あったと思うんです。お砂がかかってもいけるお馬さんだったら、はいはい、うちでもいいのかもしれないですけど、どうなんでしょうね。ワイドとかで買ってるとあんまりかもですよね。見る可能性は全然あるっす。ありそうです。これでも一番なんか来そうなやつが当たっても50円しか儲からないんですけど。はい、できました。こうなりました。どれが当たっても僕は多分やばい、やばいやつですよ、それ。ドレーミングすぎて、なんか、当たったら叫ぶやつですよ。そう、当たったら。マジか。完全対決ですよ、本当に。バチバチに。二人ともハッピーな、はい、そうですよね。で、こいつですね。そうです、そうです。お、ドティ、ドティ。あれ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 。早いやついますね。9、11か。だよね、みたいな。11、3、2ですって。どうですか？ 11、3はいいんですけど、そう、2って2個も買ってないですよ。3、早い。そう、早いっすね。早いっす。2番、14、あ、14いる、やっぱり。ちょっと僕も論外なんで見ない方がいい。僕の6番どこ行った？いますよ、いますよ、います、頑張って、頑張ってる。頑張ってはいます。うん、頑張ってます。どうです？あ、でも、あー結構ぐ、どうなってんだ。これ変わらなそうですね。11、あ、でもこの後、あれでも、あ、いやいや、14が上がってますね。頑張れ頑張れ頑張れ。いけ、どうなってる？最後。どうなってる？14、3？ 14、3、13。え？ないかも。ない！
14、3、13、3、14のワイドは入ってますよね。これ入ってます、うん、あとこれ当たり、ワイド入ってますよね。え、だって14と3ですよね。でも14と3でした。もう3とか14とか13とかが言い過ぎてなんかくらいわかんなくなりました。あ、これあれですよ、1000、あの50円しか儲からない馬券ですよ。えぐいって。50円だ。いやほら、元場さんもやっぱいい位置まで来て、意外とほら6も6も来てくれてる。6も頑張ってきてる、うん、うん、伸びしろです、うん、こっから、うん、こっからですね、うん、応援します。スタッフくんの結果はボロ負けです。ボロ負けですか、ゼロですか、はい、ちょっと結果楽しみですね。そうですね、まあでも当たったんでね、はいはい、まあくらいの勝ちっていうことですよね。これはね、完全勝利です。そうですね、完全勝利です。ナイス。いやー、ジジ。グッドゲーム。グッドゲームでした。やっぱワイドなんですよ、時代は。やっぱワイドですね。そうです、ワイドです。結局当てなきゃ意味ないってことですね。まあ、そうですね、ということで、はい、今回の勝負は福来エマの勝利でした。イエイ。今日どうでしたか。いや、ちょっとやっぱ夢見ちゃダメなんだなって思いました。しっかり予想して、前走の予想とかちゃんと、はい、ほとんどあれですよね、うんうん、AI の予想、はい、南関さんも福来さんも、うんうん、こっちも14入れ、14入ってましたね。なんなら福来はいはい、さんの予想の方が314なんで、くらいの AI さんの方が良かったですか、はい、3本目の14対抗なので、うんうんうん、ちょっとやっぱり福来さんの言うことがほんだあかんということが、本当だ。もうやっぱ福来完全勝利という形で、そうです、ダブル福来にやられた、はい、ダブル福来に形です。はい、ちょっとちゃんと AI 予想を使います。はい、お願いします。ということで今回はまあ福来の勝ちでしたが、また次回もいろいろと挑戦していけたらと思います、はい、もしよろしければ高評価とチャンネル登録をお願いします。コメントもどしどしお待ちしております。あと質問やこんなことやってほしいってことがあったら、概要欄にある質問箱からでも受け付けております。ということで、では今回はスタッフくんと一緒におつえまをやっていきたいと思います。そうなんですか。はい、はい、それではおつえま、おつえまー。